でね、やっぱり女性とかで多いのはあの映画鑑賞とかっていうのが結構多い印象なんです、はい。まあ、YouTube とかもそうですよね、はい。で動画、はい、何を見るかって聞いても男は広げられんだろうなって。多分そんなに趣味ないんじゃないですか、みんなっていうふうに思うんですよ。なので、はい、僕はこの何か広げられる話題をと思って、はい、小学校のクラスみたいだよねって、はい。で何が聞きたかったかっていうと、さっきの質問の続きであるのは小学校の時どんな子だったって、何が得意だったか聞きたいんですね、はい。でこれ MBTI とかやったらいいですよ、エニアグラムとか。でも MBTI って、はい、知ってる人が、はい、だと何タイプだよとか、この性格診断できるんだよねって言っとけばいいじゃないですか。領域展開領域展開はい、君ってこんな子じゃないのってエニアグラムのとか、それもそれこそなんかそういうのを信じてない子だと、はい、何かの宗教っぽいですよ。エンタメ、手相と一緒ですよ。手相ってなんか結構みんな信じてなくても興味あったりするじゃないですか、はいはいはい、やってほしいみたいな、まあ、いいこと言われるとなおさらね、はい、とか、はい、どんな映画から好きですかから入るのがいいかなと。いや、さくらさんはそうかもしれないけど、はい、いや急に女子がオズガーとか言われても困るじゃないですか。はい、ま、でなんか多分そこだとは思うんですよね。相手が何を、その小学校の聞かれてもみたいな人もいるわけじゃないですか、はい、ね、いや僕が聞きたかったのは何が得意か、はいはい、で気持ち悪いなって思われてるようだったら、はい、最近何が得意って。得意を聞かれると困るんじゃないですか。何が得意ですかって。得意はってなるじゃないですか。あとあの最近休みの日何してる、はい、とか、はい、で寝てるって言われても話が広がらないんだよな。はい、なんか占いみたいなこと。女子の人何を聞けばいいですか。多分占い勉強したらいいんですよ確かに、はい、はい、だと、はい、エニアグラムはおすすめですよね。エニアグラムはおすすめな気がします。 3×3 で9タイプが出て、はい、はい、でなんとなくウィングとかに持っていっちゃえばどんなタイプでも当てはまる、はい、でもこれが危険なのは、はい、僕が喋っちゃうんですよ。女子の話を聞きたいんですよ、はいはい、僕が喋っちゃう、僕がエニアグラムの話を9分の間で使っちゃダメなんです、はい、でエニアグラムっていうのは生活診断があってみたいな話じゃないですか。でだから相手に喋らせるこういう、まあ、占いですよ。僕占いのテクニックをあんまり喋らせる、そっか、動画ができましたね、はい、エニアグラムがいいよと、はい、というのはあの質問として 3×3 でできる。例えば1個目の質問が何か事件が起きた時、はい、飼ってる犬が逃げたとかね、はい、子供が迷子になったの時、はい、あなたはどうしますか、はい、3択の質問、はい、でもう1個がパーティー会場に入ってきます、はいはい、その時のあなたの心境は、はい、3つの質問、あ、3つの選択、はい、で大体タイプが出ますもんね、はい、でやらせて、はい、あ、有利タイプなんだねとか、はい、え、積極的なのとか、そういうそういうエピソードトークで語らせる、はいはいはい、1案じゃあこれ A 案僕の A 案 B 案はちょっとダメでしたね。クラスを思い描いてるんですけどって小芝居も入れたんですけどねちなみにキャバ嬢のサシスセソってあるじゃないですか、はい、さすが、はい、知らなかった、はい、すごいセンスある、はい、そうなんだ、はい、これあの男性から女性でも聞くなと思ったんです、はいはい、であのホストのサシスセソって知ってますか。知らないですこれもあるんですよ、はい、ホストのサシスセソ、はい、さ、はい、寂しくなっちゃったし、心配だからさ、はい、す、はい、好きになってもいい、はい、せっかくだから、はい、何々しよう、はい、せっかくだからで、はい、変なのを思い浮かべちゃダメですよ、はい、で、そう思う、はい、そんなことないよケゴリンさん、そんなことないよ、はい、そう思う、はい、ケゴリンさん、そんなことないよそう思う、はい、寂しくなっちゃった、はい、せっかくだからそれはある程度進展した後じゃないですか。これはホストの指しです、はい、ある程度好意を持った時
好意を持たれている時、あ、女性が、女性から、女性から。でもなんかこれね、なんかちょっと可愛こぶることで、はい、寂しくなっちゃったとかは、はい、俺使えるなと思ったんですよ。ほらほら使えるなと思ったんだ。それ進展してないとじゃないですか。あとまあノリですかね、この辺は。あ、受け狙いだったらありだと思うんですけど、受け狙いじゃないわけですよね。ホストの場合は。あと僕は、はい、いやでもホストもこんなんじゃないんですかね。ホストは貢がせなきゃいかんわけですよね。いかんわけですね、確かに。いかんわけですよね、はい、インタビュー形式はあまりよろしくないんですね。尋問みたいですよね。よく尋問はするなとか言って言うじゃないですか。え、聞き上手だと思ったのに。はい、多分そういうテクニックですよ。質問ばっかりしてたらもう尋問されてるみたいになる。好きなもの何ですか、どっから来たんですか、どんな人がタイプですかって聞かれたら尋問されてるみたいになる。何が得意なんですか。今下手っぴを丸出ししてますね今。ああ、よくてインタビュー尋問になりそうと。なんか試せんかな、どっかで。どんな人好きになるどれぐらい惹かれるか。はい、映画音楽くらいは幅広く知識つけておいた方が良さそうですねと。でもそうなるとやっぱちょっとレベルっていうか敷居が高くなっちゃうんですよね。はい、そうするともう男の子引きこもっちゃうんですよ。もうじゃあいい、僕はもうコードギアス見るって、はい、ガンダムでいいってなっちゃうんですよ。はい、オツなんて見たくないって、はい、なんかね、エニアグラムぐらいだとちょうどいいかもしれないですね。はい、だから占いじゃないですか。占いのテクを1個、占いのテク、はい、それはちょっと実用的かもしれない。はい、女性側の趣味に合わせに行けば次はとりあえずしのげそうと。いやでも女子の趣味ってショッピングって書かれても、はい、話広げようあります？広げようはないです、わかんないです。ないんですよ僕も、はい、いや君ら女子だからね、そうやって広げられそうとかって、はい、言うんですけど、はい、男からするとこれもう難攻不落ですよこれ。まあショッピング、いやもうアマゾンぐらいしかない。はいはい、何を聞くかですよね。だからまあ相手が気持ちよくなることを聞くと一番いいとは言いますけどね。それを聞いとんじゃい。で、はい、それって何って人によるわけじゃないですか。人によりますよ。だからこう観察しろみたいなことがよくある。10分、はい、10分、はい、そうすると占いですよ。探るのに最適なのは占いって。まあ確かに女性は僕のは聞いた噂だと、はい、ある程度占いは好きって言いますよね。はい、まあ、結構エンタメ的に好きな人は多い。まあ多分ここにいらっしゃる人たちも、はい、そこまで MBTI とかっていうわけではなく、はい、まあ、エンタメ系ですもんね多分ね。はい、確かに。どういう時にはちょっとわからない、あ、好きになったかね。はい、そう。どんなとこで好きになるとかわかんないですよね。どんなところで、ここの時の初恋はこれは気持ち悪いか。確かに時間無駄ですねこれね。はい、ちょっと答えづらい、取り下げます。答えづらい、答えやすい。ちょっと今の次に行きたいからゆえにちょっと変な風に考えちゃいました。営業かナンパに見えるとすいません。直接的な質問は避けた方がいい、すいません。二等兵の領域が面白いと、ありがとう。領域になってますかねこれがね。はい、2回目で AV のインタビューみたいな。確かに僕はちょっと見過ぎなところがあるかもしれません。すいません。初恋じゃなく単に子供の頃の思い出ならいいかもと。さくらさん優しい。一も笑ってしまうが気持ちは引いてると。やっぱそうなんだ。コミュ力低くてもある程度ビジュアル良くするのも大事。これはね次の時間で、はい、あのアイデアがあります。はい、はい、趣味がないというよりあまり開示をしないという印象がありますと。あ、女子がね。なのでまあ僕はなんか男子としてはなんか料理極めておくと、はい、麹に詳しいとかね。はい、そっち系でなんか女子の気を引けるかなとかって思ったりしてますけど。わかんないですけどね。質問で簡単に判断できる MBTI みたいなのをネタとして仕込んでおくのはいいかもと。どっちがいいんでしょうね MBTI と、ね、まあ、エニアグラムと。どっちでもいいんじゃないですか。あ、まあ、あの相手の話を引き出すのが目的ですよね。
引き出すのが目的です、はいはい、あそれで確かに外交内交分かんないって言った時に、はい、じゃあ例えば高校の時さ、うん、みたいなのでちょっとなんか用意しておくと、はい、こういう時どうするみたいなことが聞けるじゃないですか、はい、自然に確かに、はい、